吐いたのようです。ここはですね、青空が広がっております大船駅に来ています。今回はですね、特急草津号の方に乗車をしていきます。普通特急草津号っていうのは上野始発がメインなんですが、今回乗車する特急草津71号っていうのはこの東海道線や横須賀線などが発着する大船駅始発なんですよね。またこの大船始発の特急草津号だけではなく、長野原草地口発の特急草津号大船行きの列車というのもあります。今回使用する切符をご紹介していきます。乗車券はこちら、2720円で購入できます。休日お出かけパスですね。北は宇都宮線自治医大、南は東海道線小田原と、とても広い範囲で使用できます。とてもお得な切符です。そして特急指定席券がこちらとなっています。大船から上野までの臨時特急草津71号上野までの指定席券ですね。約1時間の旅となっています。10時20分発ということで、あと20分ほど待ちましょう。早速入線してきました。6号1系、大船駅に6号1系、っていうか神奈川県に6号1系がいるのはとても違和感しかありません。ということで、大船始発特急草津71号、長野原草津口行きがやってきましたね。こちらに早速乗車していきます。この列車は、では早速6号線の乗車口より乗車していきます。こちらですね。ということで10時20分大船駅を発車していきます。レアな特急草津号ということで、たくさんの鉄道ファンたちがカメラとにらめっこしております。見てください、こちら6号車はね、本当に私だけの貸し切りですよ。この6号1系の魅力っていうのは、座席のリクライニングはかなり倒れるということですよね。では早速ね、どんぐらいリクライニングが倒れるのか見せていきたいと思います。こんな感じですね。約20センチほど倒れます。とても快適ですよ。相鉄線と合流してきます。こちらの駅は西横浜駅です。なんと運よく1万系のネイビーブルー車両がやってきていましたね。そんなわけで午前10時36分に横浜駅に到着。さすが横浜駅、大都会ですので人がたくさんいますね。ということで横浜に来ました。6号1系に横浜がいるっていうのがとても違和感しかないんですよね。午前10時37分、横浜駅を発車。次は武蔵小杉駅です。武蔵小杉駅までは池袋方面に向かう特急踊り子号の停車駅と変わりません。6号1系も早めに乗車、そして撮影をしといた方が良いかもしれませんね。
こちら今年の3月でこの651系は32歳となります。32歳ということは JR 東日本で32年間も使用している特急列車ということになります。こちらは JR 貨物の新鶴見機関区、たくさんの機関車コンテナが停車しています。こちらは相鉄12000系の海老名行きが通過しています。午前10時48分に武蔵小杉駅に到着しました。まだこの号車、私、そして最端部にお客さん一人だけと、とても少ない人数となっています。10時49分に武蔵小杉駅を定刻通り発車、次は品川駅、神奈川県を出て東京都に入ります。武蔵小杉駅を出ると東海道新幹線と並走します。ここの区間は東海道新幹線と並走する区間ですので、運が良ければこのように新幹線と並走する区間を見ることができます。武蔵小杉駅を発車すると速度100キロ以上を出す高速スピード区間となります。ということで、まもなく品川駅に到着です。品川駅では山手線や京浜東北線と合流していきます。信号停止での停車です。このように駅到着前で停止されると何が起こったのか少し焦りますよね。無事大丈夫だったようです。早速発車していきます。京浜東北線と東海道線と並走していきます。午前11時ぴったり、ちょうどに品川駅到着です。午前11時1分に品川駅を発車。品川に651系がいるのはとても珍しいということで、たくさんの鉄道ファンがカメラを構えております。私が下車する上野駅までもう少しです。ただいま通過している駅はガラガラゲートウェイ駅。駅名の通り本当にガラガラで人が誰もいません。高輪ゲートウェイ駅を通過すると山手線と田町駅まで並走していきます。今回は並走シーンが盛りだくさんでしたね。出口は右側です。7番線の到着です。
りのお客様お忘れ物落とし物をなさいませんようお気をつけください。その他の線品の通の内場方面は本部の中本階段を見ましたが中央口より地下方まで関係予定の電車本部の乗り換えでおりましてからのお越しいたします。失礼いたしました。午前11時8分、東京駅到着です。ということで、東京までやってきました。東京駅に651系が停車しているのはかなりの違和感しかありません。午前11時9分に東京駅を発車します。次は私が下車します上野駅です。秋葉原駅を通過しています。まもなく上野駅に到着です。草津号はまだまだ仕事は終わりません。草津に向けて発車していきます。ではね、本日の動画はこちらで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。本日も私の鉄道旅にお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひ次回もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。